の門戸に入っている伝説のさ、ポケモンたちでボコボコにしたら、なっちゃ、泣かないペコかな、大丈夫ペコかな。ポルカちゃんと話すときに、ルールは特にないよねって流せば、勝ちだから。どんな悪いことしても勝てん、そのペコーラ、それはペコーラのパーティーの強さやん。いやマジ今回伝説パーティーで勝たせてもらって、そのまま伝説のポケモンもらうから、ペコちゃん伝説狩りのペコラって呼ばせるわこれから。それ初めて知ってですね。で伝説は禁止で50にね、均等でね、3体にしてね、完璧だね。はい、マジちゃんは、はい、オッケー、それでオッケー、じゃあ3体ね、3体選ぶ。それでオッケーつったな、それでオッケーつったな今。はい、じゃあどうぞ、もうペコちゃん準備完了です。なんだね。あのフルなんですけど、どういうことですかこれ。残り5秒だったわけ。でも6体でいこう、6体で。あ、かわいい。お前、え、マジ大爆発したらあんた最低な人間ペコだからね、マジで。なんで？いや、あー痛ーい。なんでそういうこと言うの。あんた大爆発狙う気でしょ。伝説だけしか、もっと伝説、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 伝説とも言われたくねえよ。おい、波動なんじゃねえんだわ。おい、ちょっとこっちのラジコン反応してねえぞ。伝説の力、これが伝説の力。こっちもう、はい、ねえやめてよあんた、マジで毒食らわせてないよ。伝説ばっか使ってるやつにはこうだよ。ピュッ、まあ逃げますけど一瞬ネット。ああ、うわ、食われろ、押してくるわマジ。ひーやばい、なんだけどマジで。嘘でしょ、先立ちなや。うわ、うわ、なんでだよマジ、落とせや。いや、でもな、早いのマジ。おぉちょっと待って。マジか。やっちゃうよ、あ、それやっちゃうよ。あ、やっちゃうよ。じゃあ、こっちでしょ。ほら、くらえ、危ねえ。いけ、これ実際に。これがしたかったんかお前。こういうことよ。ポルカちゃん泣いてもいいべこなんだよ。出た、49レベルのリアルガなんだ。うわ、すげえ、流星群来たよ。流星群来たね。それをしないです。